の筒香。そうですね、まあ、あの山本雅弘投手からホームラン2打席で打ったのも一月前になりますか、ね、えその頃ドーンと固め打ちをして佐々木さん、やっぱりというか、まあ、当然通るべきという道というか、まあ、マークが厳しくなりましたからね。そうですよね、その後がね、こっからなんですよね。ですよね、はい、まあ、山本雅弘投手からホームランを立て続けに打って状態を上げていった時には打順が3番、はい、そしてまあ5番になり、で一応一度このクリーンナップも外れましたしね、はい、でまあ、中畑監督があえてこの5番というまた打順に戻してこの筒香にね、まあ、責任というのを持たせた方がいいですね。ですよね、彼はね、はいはい、そのあたりの意味合いも込められているそうですけどね。そうですね、はい、この筒香に対しては簡単に追い込みました、まあ、風は一応バッターにとりましては追い風、外野方向。筒香もここ3試合続けてノーヒット、まあ、不振の状態でも5番にあえて上げて期待をもう1回される選手だという部分の思いをあいつにかけてみようという中畑監督の計らいですが、2エンド2でもやはりこういう将来、はい、やっぱり筒香というのは、ね、ベイスターズを背負っておく選手になると思うので、はい、あ、こう悪いから下げるじゃなくて、はい、だから彼は試合の中でこれをどんどん自分でいろいろ考えて、はい、この今の調子悪さを、ね、どんどん変えていかなきゃいけないんですよ ね、 そうですよね、はい、詰まりました。筒香もそのあたりやっぱり佐々木さんね、自分で乗り越えていくしかないんですけどね、分かってるんですね、うん、そうなんですよね、だからやはりいいバッターになろうと思えばこの波っていうのがね、はい、調子悪い時のがずっと今続いてますから、はい、これを早く上げるっていう自分のポイントですよね。そうですね、自分がこう調子悪い時とかこうしたらいいんだとかっていうのを早く見つけることですよ ね、はい、ね、若武者同士の今日の最初の対戦、ストレートは鎌田152キロが出ました。真っ向ストレートに筒香もフルスイング。そうなんですよ、私たまたま鎌田投手がヤクルト戦でプロ入り初勝利の挙げた試合、まあ、取材に行ってたんですけどね、はい、やっぱり今のように150キロ超えるストレートも結構投げてくるんですね。いや今の力入れましたね。力入れましたか。入れました、ね、なるほど。だからこのそのピッチングの中でも緩急っていうか、まっすぐでも緩急っていうかね、はい、力に入れたこと分かってますね。おー、なるほど、はい。